はい、皆さん、こんにちは。玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はですね、最近テレビでも報じられております。イスラエルと、えー、ハマスなど、パレスチナ武装勢力との、まあ、戦争状態、まあ、大変懸念が深まっておりますし、私自身もですね、えー、中東を担当していた経験がありますので、深い憂慮の念を持っておりますし、す、え、べ、ー、ての関係者に えー、自衛を提言を求めたいと思っております。その上で今日はですね、いろいろとまあ最近言葉がですね、えー、組織の名前が出てくるので、これをちょっとですね、えー、頭の整理をするという観点から説明したいと思います。ハマスチャンネル。まずまあイスラエルとですね、えー、争っているまあハマスですけれども、まあよくあの。 武装勢力というふうによく言われますけれどもこのガザ地区ですね英語で言うとガザストリップっていいますけれどもこのイスラエルがあってそのエジプトとの国境の近くに海岸線にですねまあ非常にちっちゃな面積そのガザ地区を実効支配している武装組織ということです。でこののハマスはですね日日本本政政府府もも公安調査庁の資料を見るとと、まあ、テロ組織に日本政府としても まあ認定しているととうことでありますただですねこのハマスが1987年に発足したんですけれども、まあ、ここまで勢力を広げてきた一つの理由は、まあ、イスラエルに対してですねもう存在一切認めないという強硬姿勢で、えー、まあ非常にあの武装闘争をやってきたということがありますし同時にですね、えー、実は医療とか福祉をですねこの住民に提供するということもやってきた中で まあ支持を広げてきたという経緯もありますえ実はそのこのガザ地区っていうのはですねイスラエルが、まあ、事実上封鎖をして天井のない監獄だと言われるぐらいですね、まあ、非常に経済的にも社会的にも厳しい状況に、えー、そこに住んでおられる方はあの過酷な状況に陥っているわけです。若者の失業率も高いですし、まあ、非常に経済発展も難しい状況にあって、まあ、そういう中でこの、えー、ハマスの果たす役割っていうのはですね 一定程度、やっぱ住民からも期待を集めてきた。で、ちなみに、まあ、武装組織、武装勢力といいますけれども、あの、政治活動もやっておりまして、えー、この自治政府のですね、議会に、まあ、議席を持っていたということもあります。で、一方のですね、まあ、穏健な、その政治団体である、あの、ファタハっていうのがあるんですが、まあ、そういうところとの、まあ、対立もしながらですね、今は、実はガザ地区の、 まあ実効支配をしている勢力と政治かつまあ武装組織だということであります。で、まあ、先ほど申し上げた通りですね、えー、医療福祉の活動をやってきて住民の支持を集めていたんですが、まあ、大変ですね今の,、まああのネタニヤフ政権マリニリス政権になって大変厳しい態度をですね、えー、このガザ地区には取るようになってきたこともあってまあ 非常にまあ困窮度合いいが高まっているわけですでもちろんそれがイスラエルに対する不満として向きますけれどもそこを実行支配しているハマスに対しても住民からの不満がですね、まあ、実はあの高まってきたと高まっていたという背景も今回のですね、まあ、イスラエルに対して奇襲攻撃をかけたことの背景にあるんじゃないのかというふうにも言われてますね。 でもう一つは、まあ、こ誰が支援してんだということになると、まあ、他のアラブ国、あるいはイランもですねこのハマスを様々支援している、まあ、私自身驚いたのはですね何千発ものロケット弾を打ち込める能力を持っていたということが非常にびっくりしましたし、まあ後で話しますがイスラエルの諜報機関であるモサードがですねそのことに気づかなかった例えば何千発ものです、ね、ミサイルを あの狭いですねしかも陸上側はかなりイスラエルは検問もしたりですね封鎖してますからそういったものを持ち込めないんであるいは船であるとか、まあ、いろんなルートで分解して持ってきて組み立ったのか分かりませんが、まあ、そういう中でですね今回の攻撃をしたっていうのは、まあ、非常にやはりハマスだけではなくてそれを支える周辺国あるいは組織との関係がどうだったのかということはですね えー、さらに調べてみるる必要があると思いますねでもう一つ同じようなですね対イスラエルに対する武装勢力としてよく出てくる有名なのがですねこれでヒズボラヒズボラっていうのがありましてこれはですねイスラエルの北の側にレバノンという国がありますでこのレバノンという国のまあ南側っていうか、まあ、イスラエルと国境に接したところあるいはまあ一部北側でまあ活動している組織でありましてここもですねイスラエルの 殲滅、滅亡をですね目的、目的として活動している武装組織だということで、このヒズボラに関してはですね、もうかなりこのイランからの支援、あイランでの軍事訓練を受けているということはもうある程度明確になっておりまして、まあ、いずれもですね、そういった、まあまあ、イランをはじめとした国からの支援で、えー、対イスラエル闘争をやっているということです。で、これあの、 ヒズバムハマスと同じようにです、ね、医療や福祉活動をやっていたりまたあの議会の活動もやって議席を持ってです、ねえー、活動しているということも、まあ、似ているということなんで、まああので皆さんが思っているようなです、ね、その単なるその、えー、武器を集めて武装勢力をしているというよりもある程度、議会の中で議席を有したり影響力を持ったりするという政治活動も行っているということはあのご理解いただきたいなと思います。 そしてさっきの話少し戻しますが、ハマースはまあそういった武装勢力だということなんですが、今回のあれだけ何千発もですね、皆様映像を見たと思いますが、ミサイルを打ち込んで、しかもアイアンドームというですね、ミサイル迎撃システムをイたリあのイスラエルは持ってるんですが、やっぱりいわゆる飽和攻撃で何千発も一気に撃ってきたらですね、いわゆるまあこの迎撃システムですね、撃ち落とすっていうアイアンドームも必ずしも完璧には あの、動いていないと。やっぱり着弾してるし、被害もイスラエル国内でも生じているということですし、何よりその動きをですね、モサド、つまりこれはもう世界一のですね、諜報機関と言われてますが、このモサドがそれを探知して、防ぎきれなかったってことが、これはまたですね、イスラエル国内で、大変なネタニヤフ政権の問題点として、 国内ででも厳しく指摘をされているわけですねだからこれはまあ本当私不思議なんですけどモサドっていうのは私は経験があって1997年の8月に、えー、今の同じネタニヤフさんが当時ネタニヤフ同じように首相をやってましてそしてまあ日本にですね、えー、招いてその,あの受け入れを私は担当した一人だったんですが私が何やったかというと。 そのイスラエルから、まあ、もうネタニヤフさんは今もそうですけど当時もですねもう世界中から狙われる人だったので羽田空港に着いてから、えー、艦艇とかです、ね、ホテルに行くまでの道を全部赤信号にして一回も止まらずにその車列を通したということをあの当時やってましたしで高いところのまあ,あのところは狙撃をされないようにですね 配置できそうなところには、必ず警察の人がついてですね。逆に見張ってたということがあります。で、かつもう一つはね。まあ、警察もモサドもいたと思いますが、その銃をそのまま日本に持ち込もうとしてたんですね。それは警護のために。だから日本の警察が信じられないって。まあ、彼らはもうそう。戦争状態になるところから来てますからね。その日本の警察とか、警護なんかも甘っちょろいということだったんでしょう。 だからもう明らかにまあ銃持ってるだろうっていうのをですねそのまま持って日本国内に入ろうとしてるからそれ機内に領地してくれと言ってつまり機内に置いてけということでもう大,もう大喧嘩しましてですねでそれをなんとかそのただね絶対あの一つずつ持って入ってる気がするんですけどまあそれぐらいですねまあ非常になんていうかな警備とかええー、あの要人 ええー、保護に関しては、ものすごいピリピリしてましたし、あのー、もう目が怖かったですね。でもそのモサドがですね、その、こういった、まあ、情報を収集して、攻撃を防ぎきれなかったっていうのは、私はちょっとにわかに信じられないんですけど、まあ、一部あのイギリ、あのー、エジプトの情報大臣は、この10日前にですね、イスラエル側に対して、 おかしな動きがハマスにあるぞということを伝えたらしいんですけどそのネタニヤフ首相があまりにも無関心だったことにびっくりしたということを、まあ、地元でですね報じられてるんですがちょっと今回私は分かりませんねただこれモサドっていうのはちょっと繰り返しになりますがイスラエルの諜報、えー、特務長ということで、まあ、その暗殺にも関わってるんじゃないかとか、まあ、いろんなねあの噂みたいなことも言われたりしますが、まあ、非常にやはり ああいったその紛争当事国であるがゆえにですね諜報を機能も持ったですねスペシャルフォースということですね。でただもう一つ私ねあの個人的経験で言うと諜報機関として世界中の情報を持ってるなと思ったのは実はバチカンの諜報機関です。私まあリビアも担当してたので そのリビアの情報もお、まあ意見交換しようということで、バチカンに当時ですね、外務省の時に行って、バチカンの人と話して、バチカンだからなんか皆さんね、ローマ法王がいて、で、なんかキリスト教を広めましょうと思いきや、やっぱり世界中に、えー、まあ宣教師も含めてですね、いろんな方が言いますから、そこからバチカンに上がってくる情報っていうのは、それは凄まじいものがあるわけですね。ですから、 あままり知られれてませんけれども、私はこのバチカンの諜報能力というか世界中の情報を集めてくる能力特に北アフリカエジプトアラブも含めてですね相当なネットワークと情報も持ってるなというふうに思いましたのでひょっとしたらこのバチカンはですね今回のことについても事前に知っていたのかなといや知るぐらいの能力は持っているんじゃないのかなというふうに思いましたね。 あの中東情勢大変ですね複雑な歴史がありますので、えー、簡単にこう色分けして説明することが難しいのでちょっとまああの舌をかむというかそのもごもごした感じもあるかもしれませんが2年前にですねこのまあアラブとパレスチナとイスラエル、まあ、これ中東和平問題ってどうなんだということを玉木チャンネルの動画で上げてますので、まあ、復習がてら見ていただければと思います。それでは玉城チャンネル登録お願いします。